新キャラ孫悟飯幼年期ピッコロ性能についてリーダースキルナメック星編または指定の絆カテゴリーの気力足す4HP とアタックとディフェンス 150% アップ。パッシブスキルナメック星での死闘パッシブスキル効果自身のアタックとディフェンス 200% アップ&必殺技発動時にさらにアタック 150% アップ&登場から3ターンの間気力足す3ダメージ軽減率と会心率 30% アップ&必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動&一番目にいる時気力足す3ダメージ軽減率と会心率 30% アップ&自身の他に攻撃参加中のナメック星編またはナメック星人カテゴリの味方がいる時気力足す3ダメージ軽減率と会心率 20% アップ&ターン終了時に靴馬力 20% 回復アクティブスキル交代アクティブスキル発動条件バトル開始から4ターン以降靴馬力 70% 以下の時発動可能またはバトル開始から6ターン以降発動可能1回のみ必殺技爆裂乱魔アタックとディフェンスが上昇し相手に極大ダメージを与える超必殺技フルパワーマ先行1ターンアタックとディフェンスが超大幅上昇し相手に超極大ダメージを与える交代後のピッコロ性能についてリーダースキルナメック星編または指定の絆カテゴリの気力足す4 HP とアタックとディフェンス 150% アップパッシブスキル遅れてきた戦士ピッコロパッシブスキル効果自身の気力足す8アタックとディフェンス 250% アップ&必殺技発動時にさらにアタック 150% アップ&受けるダメージを 50% 軽減&高確率で会心が発動&必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動&攻撃を受けるとそのターン以降さらに気力足す4必ず必殺技が追加発動&ターン開始時に靴馬力 70% 以上の場合さらにダメージ軽減率 20% アップし長兄の味方全員のディフェンス 70% アップ&ターン開始時に靴馬力 70% 以下の場合一度だけそのターン中の敵の攻撃を回避し次の攻撃参加ターン以降は高確率で敵の攻撃を回避&ターン終了時に靴馬力 25% 回復必殺技マムナシモアタックとディフェンスが上昇し相手に極大ダメージを与える超必殺技ナメック星人の怒りを思い知れ1ターンアタックとディフェンスが大幅上昇し相手に超極大ダメージを与える最後に必殺技演出を見ましょう。皆さんは今回の新キャラ孫悟飯幼年期ピッコロガチャ引きますか？よかったらコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。